パチンコ屋の花輪花輪とは、聖火、または、造花で作られたリング状のものを言う。花輪とも書く。広い意味では、聖火や造花で作られたリング状の冠や、首飾りなども花輪であるが、現在では、回転祝いなどの掲示や、葬儀などの長寿の際に使用される大型の花飾りのことを指すことが多い。掲示用の花輪は、赤など明るい色調のものが使用され、花輪の下に、 送り主の氏名、会社名などが記載される。回転祝い、落成祝い、出演祝いなどに用いられる。立て付けて用いる、室外用、室内用の大型のもののほか卓上花輪などもある。近年はより効果的な宣伝効果を狙い、増加の代わりに LED で装飾した、電飾風花輪も利用されている。長寿に使用される花輪は、白と黒を基調としたものが使用され。 刑事用と同じく花輪の下に送り主の氏名が記載される。なお、長寿用の花輪については、地方部ではまだ使用されることが多いが、都市部では大型の花輪については使用できないことがあり、式場内の祭壇に飾る小型の聖火台に限られることもある。要人が戦没者の慰霊碑や墓地を公式訪問する際は、通例、聖火の花輪を法定する。その花輪には、 国旗に表彰された色の縫い合わせリボンを用い、友信者の名をリボンに記すのが慣例である。切って、ありがとうございます。